リ,キリを左手に、取り切りを右手に持ち、回収を祝福するエルサレム総主教セオフィロス三世。頭には黒ブークを被っている。主教義党とは、主教が司とする公義党を指す聖教会における法人霊の種別。主教義党においても、司祭、タスク祭がバイトをすることが多い。これに対し、司祭が司とする法人霊を司祭義党と呼ぶ。 生体礼儀をはじめ、各種の自家、無礼弁破にひだ、埋葬式等の臨時義頭といった方針例の全般において、主教義頭と司祭義頭の構成はそれぞれ骨格は全く同一であるものの、部分的に少々異なる構成が定められている。主教祈祷用の祈祷書が使われる。ただし、ギリシア語の祈祷書では目がエフホロギオと呼ばれる、主教、司祭、 タスクサイが使う祈祷書に一括されて収録されていることがある。用いられる祭具は、司祭祈祷に比べて、司教祈祷では多くなり、司教が用いる利きりと取り切りや、司教の足元に置く式物であるオルレツも、方針例において用いられる。超タスクサイは、司教祈祷の補佐にあたり、副タスクサイは司教にかかる祭具の一部を扱い、祭腹の着脱を補助する。 生体礼儀中の定められた箇所で行われる新品機密は主教のみに執行が許される機密である。したがって新品機密が行われる生体礼儀は必然的に主教義等の生体礼儀となる。ありがとうございます。